玉から憲法会議さんです。あ、こんばんは。今日毎月第1金曜日は埼玉の日ということで勝手にそういうことで決めて呼びかけて、そうするとなかなかね、本当は毎週来るといいんですけども、なかなか埼玉、私もそうですが、相当群馬県との境のが出てくると帰り着く頃夜中になっちゃう、まあそういうこともあってね、毎週は来れませんが、で実は埼玉で先日この場所で先ほど飛鳥さんもちょっと紹介していただきましたが、憲法違憲広告を呼びかけまして、東京この参加の皆さんも非常に大勢の方からね協力いただきました。それで今年はですね、およそですけども、個人が約5000人ちょっと、それで団体が1500件ということで、全部で6500件の協力がありました。おそらく私も全国いろんな意見広告を見てますが、これだけ6500件が新聞に名前を載せてるというのは見たことない、おそらく最高だと思うんですね。でちょうど70周年ということで記念になりますので、まあ、これから果たしてどうなるか分かりません。もし、まあ、解約されることないと思いますけども、された時にはこうやってね、お父さんやお母さんたち頑張ってきたんだよという証明にもなり、もし解約されなければ、こうやって私たちが頑張ってきたから子供や孫の代までね、平和な日本でいられたんだよということで、とても記念になる新聞だと思います。ぜひまあ、もしかしたら私ども手違いでね、せっかく申し込んでいただいたのに名前がないわっていう方がいらっしゃるかもしれません。その時はお詫びいたします。申し訳ありません。それでここにですね、先ほど言いましたように今日ご参加の吉村忍さんの写真、とっても素晴らしいんで使わせていただきました。ここにあります、共謀罪のことが写ってます。それから あとご案内、2つの行事の案内が出てますけども、1つは、埼玉県では昨年1年間に4回の1万人規模の集会をやってきました。で今度はそれをね、1万5千人規模の集会をやろうということで6月4日に予定してます。ぜひ皆さん駆けつけてください。北浦公園ということで行います。それからもう一つは、先ほど先日 NHK でも放送されましたが、今改めて日本国憲法どうやってできたかということが非常に関心持たれています。実はその、私どもがやってます、憲法会議創設の頃からずっと携わってきた河村俊夫さんを講師に招いて、その日本国憲法誕生の日はみたいなことを講演会もここにご案内出てます。ぜひ時間のある方お願いします。最後に一言、今共謀罪のことを話題になって何かしなくちゃと思ってですね、この間国会の中で、金田法務大臣がね、花見と、スパイ行為どう違うんだみたいなことになって、いや弁当とビール持ってけば花見だと、双眼鏡と地図持って行ったら共同やるテロ組織だみたいな話だったんで、急遽よし、じゃあ俺たちはね、ビールと弁当持って集まろうということで、11日の日に、昼から埼玉県庁前から駅前まで、緊急に、ビールと弁当持って一般国民集まれという声を呼びかけてデモ行進やります。ぜひご参加ください。以上です。いいです ね、転んでもただじゃ起きない埼玉県民の強さ、ね、見習いたいと思います。ありがとうございます。